ヒカルの趣味なのか？ああ、あれは兄の。え？法王の？いなしすぎる。違う違う、間違えた。妹の趣味で。妹？お。どういうこと？いや、その。ああ、若じゃなかった。お嬢。今日はお嬢じゃなかった。若の勉強会が。聞いてたけど忘れた。大体勉強とか言っといて柄の悪い男2人も連れ込んでさ、そもそもこの家は僕の。お嬢はなんか坂口に面してた。俺は若とお嬢の身の回りの世話役をしている坂口と言います。以後お見知りおきを。はあ、お嬢じゃなかった。若にちょっとでも妙な真似したらただじゃ起きませんので。にしてもパワフルな妹だな。あっちの方が四宿向きだろう。確かにお前は全然男っぽくないしな。その格好じゃ男か女かすらわからん。よし、俺がヤンキーらしさってやつをレクチャーしてやる。え？あん。人には向き不向きってやつがあんな。いつから知っていた裏と表があること。しかとでフェイストゥフェイス、それじゃ無理があるだろう。本当の夢を見たいんだ。今さら今から遅くないさ。さあ wake up wake up wake up。アリのまなり、アリのまなり、どうぞ。じゃねえの、お嬢、音量、お願いですから下げてください。わかったよ、痛いな、坂口は。お騒がせしました。